今村武氏は日本の元官僚、元政治家である。戦前日本の統治における養殖を歴任した後、戦時下及び終戦直後の仙台市長を務めた。1880年、宮城県宮城郡高城村に農家の長男として生まれる。学歴は宮城県中学校第二高等学校を経て東京帝国大学法科卒業。1908年に 大学卒業後は、高級官僚として、朝鮮総督府に入り、養殖を歴任し、公会道知事にも就任した。1931年、内地に戻り、1932年の斉藤内閣発足と共に、カラフト町長官となって、1938年まで、務めた。退職後には、日本拓殖協会理事に就任した。1942年8月、 当時の仙台市長、渋谷徳三郎は4000円の立候補を断念、各々対立していた仙台市会各派は、協議を行い、全会一致で推薦できる人物、1000円合併、総合開発計画の継承者、仙台市に馴染みのある人物を、次期市長候補の条件として決定、宮城県出身の官僚数名を選定した。これによって、交渉を受けた今村は、 司会の要請を受諾、同年9月15日に開かれた仙台司会は、拍手、万丈一致にて、今村の推薦を決定した。戦時という厳しい状況下、知事や師団長よりも上位の異界君党を持つ今村の市長就任に、成功した仙台司会は、当初それを大いに喜んだ。また今村は、同時期の宮城県知事、東北地方総監であった、丸山鶴吉、 そして塩釜市長であった森谷秀夫とは朝鮮総督府時代の同僚であり、これら三者の協力による市の発展が市民、司会からは期待されていた。華麗な経歴とは裏腹に地方自治に関しては全く経験がなかった今村だったが、就任後の一年間は司会の対応も好意的で平穏だった。しかしながら1943年末になると、 司会の間から今、村への批判が聞かれ始め、労力、資源不足からの行政の停滞、及び今村が、市役所内部の昇格人事よりも、外部からの幹部投与を重視したことによる職員の士気の低下などが目立つようになった。戦争末期から終戦後にかけては、仙台市民の間にも、15行政、及び戦災復興行政をめぐって、今村への不満が高まったが、司会が、 今村の辞職を公然と要求することは一度もなかった。1945年8月に終戦を迎えると、司会と市長に対する市民の不満はさらに高まり、司会長は辞任した。1946年4月10日、衆議院議員選挙が行われたが、空襲や終戦に伴う混乱や市当局の不慣れ、不手際などによって、2900名余りの有権者が、 選挙名簿から脱落してしまって投票ができないという事態が発生、各投票所は大混乱した。今村は選挙翌翌日の12日に辞表を提出、同選挙における失態の責任を取るとして市長職を辞任した。この素早い辞任は今村が1945年の終戦時、及びその後の市議会との対立時から、それぞれ辞任の時期を伺っていたためだとも言われる。 その後、公職追放となった。ありがとうございます。